はい、皆さん、こんにちは。こんばんは、ルルシーです。本日はですね、妄想プレイしていきたいと思います。で、今日はクリスマス限定のダンジョンで、ノエルちゃんが来てます。なので、挑戦したいと思います。聖夜に響くジングルベル、究極ですね。で、ノエルちゃんになんかいろいろ種類があるみたいですね。火のノエルちゃんと光と草があるみたいなので、木のノエルちゃんがあるみたいなので、で、火のノエルちゃんがなんかある特定の条件を満たすとって書いてあったんですけど、一体何なんだろう？まだわかんないんですけども。で、まあ、ギミックを調べたところ、光のノエルちゃんの場合は、マイスイーパーで行った方がいいみたいなので、地雷が結構ダメージが大きいらしいので、マイスイーパー多めで。で、クイバタうまくなんですけども、飛行なので、ちょっとこれで行ってみたいと思います。では、行きます。いい加減、阿部ちゃんにちょっと、ね、身を食べさせないと。ちょっと、結構忘れちゃうんだよね。意外と使うことが最近多いんだよね、阿部ちゃん。阿部の生命ね、阿部の生命のことです。はい、いいね、クリスマス。では、行きたいと思います。実はね、さっき私、一回このダンジョン入ったんですよ。ただ、ちょっと画像がうまく撮れてなくて、またちょっと撮り直してるんですよ。すいません、本当に。では、行きたいと思います。いいよね、超メルヘン。なんか某ネズミランド、某ネズミランドにいるみたいなんだけど、この音楽が。なんか入り口を入って、でっかいクリスマスツリーがあるところをこう歩いてるイメージだね。この曲はクリスマスな感じで、とっても素晴らしいと思う。はい、あー、当たんなかった。当たんなかったわ。はい、私はやっぱ下手くそなのかな。まあ今に始まったことじゃないけどね。はい、ではバトル2です。バトル2です。うーん、クリスマスって感じで可愛いね。可愛いよ、ノエルちゃん、いいよ。変態みたいだよ、私が変態みたいだけど。可愛いよ。もうピースしちゃってるからね。なんたってピースしてるから、もう自分可愛いの分かってるから、これ。どこ行こうか。はい。ダイソン。あ、ダイソンといえばもう年末だから大掃除しないといけないね。もうそういう時期だ。早いね、本当に。年々この1年が経つスピードが速くなってる気がするんだけど。ちょっと恐ろしいよ、ほんと。はい、よし、いいね、メルヘンな攻撃をしてくるね。星飛ばしてきたよ、星を。これ阿部ちゃんでしょ。阿部ちゃんって攻撃力あんまないのかな。はい、オッケー。ギミックは、地雷と、なんだっけ、貫通制限とダイソン、なんていうんだっけこれ。風起こしマシーンが出てますね、今のところ。はい。私気になったのが、このノエルちゃんのね、持ってる袋あるじゃない？袋のさ、左の上をちょっと見てもらった、左側。トナカイが出てるんだよね。トナカイが出ちゃってるんだけど、これ大丈夫かな、これ。トナカイ半分出ちゃってるんだけど、これ。あ、やべ。トナカイ出てるとか言ってる場合じゃないよ、私ね。ほら、右の足元には可愛らしくいるじゃない？でも一匹なんか出ちゃってるんだけど、大丈夫かな？ってことは、この袋の中には大量のトナカイさんが入ってるのかなって私は思ったんだよね。たくさんのトナカイさんが入ってんのかなって、ぎゅうぎゅう詰めで。はい、手投げで23ターンだっけ今。23ターンスピクリ。
頑張りましょう。かわいいね。おお、これはいいとこにいますね。えい。あ、出ちゃった出ちゃった。あ、これまたいいとこにいますね。でもいっか。よし、家の人起こさないように静かに。そうね、起こさないように静かに入り込んでプレゼントを置いてってほしいかな。そうだね。で、私最近までね、あれなんだよ、サンタさんを最近まで、結構最近までは信じてたんだよね。結構最近まで信じてた。高校生ぐらい。結構やばいよね、高校生で信じてるって。あ、まあ、サンタさんいるんだよ。サンタさんいるんだよ。いるよ。いるんだよ。そうそう、いるんだよ。まあ、私はね、小学校の頃はね、毎年、ゾイドを頼んでたね。毎年、ゾイドを頼んでた。なんだろうな。シズライガーが欲しいとか。ゴジラスが欲しいとか、ウルトラザウルスが欲しいとか。ウルトラザウルスが決め手だったなぁ。あれ結構ね、高いんだよ。ウルトラザウルス結構高いんだよ、あれ。でも今の世代の子たちはさ、ゾイド知らない子多いだろうね。結構、昔っちゃ昔だもんね。私の年がもうね、まあ、みんなもう分かってるからいいよね。まあいいよ。今が、バトル4。はい。ダイソンだ、そんな大掃除しなくていい。そんなひっちらかってないから大丈夫。そんなひっちらかってないから。はい。はい。とてもこの音楽が素晴らしい。うん。私的にこれ結構ポイント高い。なんかルンルンしてくるよね。いいね。はい。いいか。どうしようかな。よしよしよ、いいよいいよいいよ。今んとこなんかとてつもない攻撃をしてくるとかはないよね。ないね。あ、隙間に入れなかったな。おー、次はプッシュ。はい。あー、もうあとちょっとだったの。あ、でもプルプルしてる。家の人起こさないようにしよう。そうね。次がラストゲージかな。違うか、次ラストゲージかな。よし、次ラストゲージ、これがラストですね。プッシュ使っちゃおっか。えい、踊り狂っちゃえ、狂っちゃえ。ごめんね、なんかあんまり見なかったね、クッシー、ごめんね。ごめん、ごめん。なんかごめん。次、阿部ちゃん。はい。かっこいい。救急乗り鉄城。救急乗り鉄城。あ、最近ね、アニメでね、なんか野良神をね、見たんだけど面白かったよ。はい。あまねく炎の精霊たちを、やつの味方に応える。うん？おおおお。味方はいいよね。結構阿部ちゃんの SS 良くない？ほら。結構いいんだよね。よし。無事ノコスピクリ、イエーイ、よかったよかった。よ
し、まあ、うまくで食いバタ連れてってるから落ちたでしょ。よし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 、あ、関係なかったよかったよかった、落ちた。まゆちゃんかわいい。はい、てなわけで無事にまゆちゃん濃厚スピークでゲットしました。よかった。貫通でアンチダメージオール、ホワイトクリスマス狙った方向に、こう、ん？なんだ？衝動波？衝動法？波動法？ごめん、波動法を放つ。で、全属性ホーミングらしいですね。かわいい。でも、ノエルちゃん、まあ、運極、鑑賞用なのかな？そうでもないかな。まあ、これぐらいの色だったら、結構いけそうな気がするんだよね。ちょっと、運極しようかな。うん、これなら回れそう。はい、てなわけで今日はモンストのクリスマス限定ダンジョンのノエルちゃんに挑戦してきました。で、ノエルちゃん光と火とあと草木があるらしいので、ちょっと調べてみたいと思います。で、火のノエルちゃんがちょっと限定のなんだろう、その条件があるらしいので、ちょっと調べてみたいと思います。で、あの光のノエルちゃんの場合は、まあマインスイーパー多めで、あとまあ飛行、まあ、食いバタうまくで連れてっても全然大丈夫だったので、そこまで難易度は高くないと思います。私でもクリアできたので。はい、じゃあね、もうこれからもクリスマスの時期ですね。そして終わったらすぐ年末、そして年明け、お正月、多分あっという間に過ぎます。うん、なので今年もう少しで終わっちゃうから、もうなんだろう、思い残すことのないように皆さんお過ごしください。私もね、もうなんかあっという間で1年が、もうなんか今年1年振り返って何ができたかなって思うと、もう私にとって一番の変化は、まあこのね、 YouTuber としてこのゲーム配信を始めたってことなんですけども、まあそれはものすごく私にとって変化でしたね。結構私にとってはなんだろう、こういうことをして皆さんとこうやってね交流できるっていうのは、まあ結構引きこもり体質なものでして、なので結構嬉しいです、いろんな人と交流ができるので。なのでね、これからもね、いっぱい動画上げてきますので、ぜひぜひ皆さんチャンネル登録、あとツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いします。はい、でなわけでね、もう最近も寒いので、皆さん暖かくして、お家の中でも暖かくして寝てくださいね。風邪ひかないようにしてください。今ノロウイルスも流行ってるらしいので気をつけてね。はい、ではね、本日も動画をご視聴いただきありがとうございます。次の動画もよろしくお願いいたします。ではルルシでした。じゃあまたね、バイバーイ。